思い出の積みプラレビュー集。機動戦艦なでしこ。陸戦フレーム、エステバリス。西暦2195年、人類は月や火星へと進出して生活圏を拡大していたんだけど、突如木星から正体不明の敵が火星に攻めてきたのですよ。圧倒的な敵の力の前に地球連合軍は敗北。瞬く間に火星から月までを正体不明の敵に制圧されちゃったんで、地球連合軍は地球の防衛に専念することになったのさ。その1年後、民間企業のネルガル重工は、独自開発した新造宇宙戦艦なでしこによる、制圧された火星の奪還計画、スケパレリプロジェクトを立案したのですよ。でもねえ、能力優先で集められたクルーは、星のユリ曰く、バカばっかだったのだー。機動戦艦なでしことは、1996年から全26話が放送された SF ロボットアニメである。SF にラブコメ、70年代ロボットアニメノリなど多彩な要素を満載しているため、見るものを飽きさせない作りになってる傑作アニメなのですよ。当時はロボットアニメというより、ハーレムアニメとかギャルゲーアニメとか呼ばれていたものさ。主人公の中の人が上田雄二さんだったんで、ときメモ集が半端なかったね。同時期に放送された新世紀エヴァンゲリオンとは、漫画版が共に月刊少年エースに連載されるなど共通点も多く、いろいろと比べられる作品なのですよ。エヴァンゲリオンの影に隠れて地味な印象もあるんだけれど、劇場版も公開されて大人気、抜きんでた人気を獲得した星野ユリが、警察庁のシートベルト着用キャンペーンのポスターに採用されたり、ラピスラズリの声を、当時、声優としても活動していた仲間幸恵さんが当てるなど、話題も尽きない作品だったのさ。90年代を代表するアニメなのは間違いないところだよね。ゲームのスーパーロボット対戦シリーズにもたびたび登場してるんで、知名度は高いアニメなんだけど、ユニットの特性が特殊なんで、短期では戦力にしづらいのがネックなんだよね。なぜだか、アニメでは早々と死んだ大号時代が優遇されちゃったりしてるんだよね。エステバリスは、機動戦艦なでしこに搭載されている極地専用の機動兵器だよ。ネルガル重工の火星奪還計画、スケパレリプロジェクト用に開発された兵器なんで、火星の施設内でも活動できるように、全高が6メートル前後とロボットとしては小型の部類に入る機体なのですよ。特徴としては、アサルトピットと呼ばれるコックピットを含んだフレームに、作戦ごとの特殊なフレームを換装することで様々な戦場に対応できるのが売りで、機体にジェネレーターが存在しないかなり特殊な機体なんだよね。エネルギーの供給は、母艦であるなでしこからの重力波ビームで供給を行うというシステムをとっており、重力波ビームが供給可能な範囲であれば、無制限にエネルギーを供給できる反面、バッテリーなしでは単独行動もできないという弱点があったものなのさ。操縦方式は、イメージフィードバックシステムを採用。これは、体内にナノマシンを注入している人間なら、パイロット経験のない初心者でも操縦者の意思を機体にダイレクトに反映することで、機体を容易に扱えるシステムだったんだけど、あんまり受けがよろしくなかったわけなのさ。陸戦フレームは重力化仕様のシンプルなフレームで、脚部のバッテリーにより長時間の作戦行動が可能なのが特徴だよ。武器は、ロケットパンチみたいに前腕部をワイヤーで飛ばすワイヤードフィストや、イミディエットナイフ、ラピッドライフルなどを基本的に装備してるのさ。脚部に装備したローラーダッシュ機構により高速移動も可能な、ロボット好きの壺を押さえた正しいロボット兵器だったんだけど、あんまり出番がなかったのが悲しいね。キットの値段は1200円、1996年の発売だったのさ。一応ハイグレード仕様のキットなんだけど、20年も前のハイグレードなんて今じゃ旧キット扱いですぜ。成型色は3色で色プラはなし、腰と足首にボールジョイントがあるんだけれど可動範囲も広くねえ。モールドも甘めで、当時のキットでは定番のポリ製のハンドパーツが付いてるのが懐かしいったら怪しねえよ。モールドは全部パテで埋めて、掘り直すのが定番工作なのですよ。ダイモノテープを使ったり、最近ではプリンタ用のフィルムを貼るのが簡単ですぜ。でもまあ、あれだよねえ。この手のキットは、キットを出してくれてバンダイさんありがとう。てなキットなもんで、ポリキャップがあちこち露出してるじゃんとか、文句を言うべきではないのですよ。ほんとにね。こんなんでも、なでしこを好きなやつはこぞって買っていった名キットなのですよ。遊び方の定番は、劇中のポーズを取らせて固定ポーズで完成だよね。関節の可動範囲を広げたいなら、適当なガンプラの関節を移植した方が早いのでござりまする。しかーし、よく、適当なガンプラの関節を移植するなんて言うけれど、これはもうガンプラを数作ってないとわからねえわけじゃん。探してるうちに積みプラ化しちゃったなんて話は、それこそ山のようにあるのですよ。ほんとだよ。じゃあおすすめの素材は何かというと、糸ハンダです。安くて丈夫で加工も楽なのはこいつしかありません。これほんと、皆さんメーカーに騙されてますよ。オゼゼを使って高いマテリアルを入手して組み込んでも、かえって他の部位が浮いちゃって、修正なんてしてたら投げ出す可能性大。こいつは、小スケールのキットなら、手に差し込むだけで保持力の高い指が完成する代物なのだ。エステバリスの場合、
並べて飾れそうな敵がバッタくらいしかいない上、きっとかも当然されなかったのが痛かったよね。鉄人とかはサイズが大きすぎなんだよね。次回のキットは、これだ。